皆さんこんにちは。こんにちは。マイクロフの刺身です。アボアボ。ボンちゃんです。はい。ということで。はい、今回は、はい、今僕らがね、マイゴルフカントリークラブというファンクラブを、まあ、はいはい、運営してるんですけど、そちらの方でやってる僕らの、ね、個人レッスンがあるんですよ、はい、個人個人のスイング動画を送ってもらって、それを僕らがこうレッスンするという、はい、まあ、サービスを作ってるんですけど、はい、そちらでよくある、はい、まあ、皆さんのお悩みを、はい、こうまあ一からこう解説していくっていう、はい、で今回の動画はどこにフォーカスしてるかというと、はい、右肩。ああ、これアマチュアの方多いんですよ。やっぱり上半身が強くなっちゃって、はい、こう右肩がこう切り返しの時にこう出ちゃってカット軌道になってしまう、はい、でスライスが止まらないと、はい、まあ、チーピンが出てしまう、はい、っていう人が多いんですよね。多いですね。っていうのをこう、まあ、僕らが今回ねちょっと動画にして、はい、YouTube 見てくださってる皆さんにもお届けしていこうかなと、はい、思って、撮らせていただいてるんで、ぜひ皆さんね、最後までご視聴いただいて、はい、高評価とチャンネル登録、そしてコメントもね、はい、してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。またマイゴルフカントリークラブの内容とか、はい、詳しい情報とか下の概要欄の、はい、オンラインショップのベースの方に載ってますんで、はい、めっちゃニコニコする、はい、載ってますんで、はい、ぜひ皆さんね、チェックしてみてください。はい、というわけで今回はね右肩についてやっていきましょうか、はい、で今回はちょっとボンちゃんにちょっとデモンストレーションちょっとやってもらおうかな、はい、めっちゃ右肩出るんですけど大丈夫ですか？右肩出ますっけ？ボンちゃん基本右肩で打つんですよ。はいはいはい、大丈夫ですか？はい、一回打ってみてください。おお、右肩出てますね。出てます？だいぶ出てます。これを直せるんですか？これを直していくんですけど、はい、まあ、まずアドレスですよね。はい、アドレスで、まあ結構こうアドレスの段階で右肩出る人っていうのは基本的にアドレスの肩のライン、これが目標と本来は平行であるべきなんですけど、はい、これがオープンになっちゃってる、はい、こう、はい、ちょっと左を向いてしまってる、はい、まあ、これが1個目のこの原因なんで、はい、まずそこ、はい、一回直してください。元にこうですか？はい、そうです、そうです。次は切り返し、はい、バックスイング上げてもらって、ここでこう上から上半身からこう回しちゃうと、はい、右肩これ出てきます。こう、そうですね、はい、はい、これが出てくるんです。じゃあ上げてください。でこの時にこの胸が今こっち、ボンちゃんの胸がこっちに向いてるじゃないですか、はい、この状態で先に手をこうちょっと下ろすイメージ、下にこうこう、はい、下に下ろす、またはこうボールに向かってもう振っていく、手だけで、はいはい、こう振っていくイメージだとこれ右から出ない、出ない、出ないですね、はい、はい、だからこの2個目はこの切り返しの時に、はい、こうバックスイング、こう胸をこっちに向けた状態でクラブを振っていく、そう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 、はい、まあ、これはもう腕使ってもらって大丈夫です。さっきまではこういったの？そう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 、体を回さなあかんと思ったら上が行ってしまってる、はい、やなしに手をストンと下ろす感じ。そうです、胸はこっちに向けたまんま、はい、こう腕だけ下ろしていく、はいはい、またはボンちゃんみたいに、いつもボンちゃんがやってる意識だと、もう上半身と下半身をねじれさせるんですよね、この切り返しの時に、はい、いつもねじれさせるじゃないですか、はい、要は腰を切る、ここで腰を切って上半身は本当にもう置いていく感じ、ボンちゃんのいつものイメージだとそうなんですよ。こういう感じね。はいはいはい。このどれか皆さん当てはまるやつ、はい、まあ、分かりやすいやつでいいです。もう皆さんに当てはまるやつをこうやってもらったらいいです。ちょっとそれも踏まえて。極端に。極端にちょっとやってみてください。おお、右肩出てないですね。出てないですか。いいドローですね。今こうストンと落とします。落とすイメージ。はい。なんかでも全然体の使い方が違うんで、はい、そういうこと本当2パターンあるなって感じです。そうですね。最後に腰切ってください。あの上半身と下半身をしっかりねじれさせる意識で。ああ、これボンちゃんやな、やっぱり。綺麗なドローですね。
はい、まあ、今まで肩で出てこうハンドファーストで合わせてたんですけど、はい、これ肩を戻したらこうこうやっちゃうんですけど、はい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 、これどうしたらいいんですか？ボールに合わせるんですか？それはボールに合わせてください。でハンドファーストこう、いや肩はこのままけど手がこう、こう、はいはい、こう、この形。いや、これはカメラで撮ったら皆さん一瞬でわかるんで、はいはい、できるだけそのウォンちゃんの今のアドレスになるように、こうやったのを肩のライン戻して、肩のラインを戻してハンドファースト。そうですね、はいはい、この時ちょっと肩は下がってもいいんですか？若干やっぱ手ってこのこういう握り方してる以上、はい、絶対左手が上、右手下じゃないですか、はい、これで逆に肩のラインが合うってことは、平行になっちゃうってことは、逆に右肩が上がってると思うんですよ、はいはい、ね、そういうことだと思うんで、はい、若干このライン、はい、ちょっと右肩がちょっと下になってる、これぐらいが理想です。若干やね。はい、若干です。こんな感じで、そのほんと手1個分ぐらいのね、いい感じ、綺麗なアドレスです。右肩で出たアドレスから一回まっすぐ肩をして、ちょっとハンドファースト、はい、綺麗です。めっちゃ綺麗です。あー、お手本ですね。さすがドローマイスター。いや、ほんとボンちゃん右肩出へんからな。何それ誰？でもこれなんか以前にも挙げた手で上げる人もちょっと右肩出やすくない？ああ、出やすいですね。肩がこう回ってないというか、はいはいはい、入らない、はい、で逆にこれフックきつい人は、はい、右肩出した方がいい場合ある。逆パターンもあります。そう、だから右がこうもう今日はクローズなんですよね、はいはい、こう肩のラインがもうアドレスの時にこうクローズで、はいはい、で、こうも下から入って、うん、で、まあ、インサイドアウトきつくてっていう人もいるんで、うん、だこういう人はまた逆のこと、はい、ちょっとアドレスで捉え方を逆にしたいんですね。逆にしてもらったら、はいはい、効くと思う、スタイルで、はいはい、だから僕もどっちかというとこうフェードをしっかり打つときは逆にわざとオープンで、ボンちゃんが最初になった状態に持っていく、はいはい、で、たまに左に置いて左に思いっきり振っていく、はいはい、することによってちょっときついフェードだったりするんで、うん、まあ、これはね、一応直すための一応動画として出したんですけど、応用してもらうとこう球を操る、ね、要素になるんで、はい、だから問題なのは無意識に右肩が出てしまってるっていうのが、はい、一番問題、ダメなんですよね、はい、だから刺身が今フェードを打つとき右肩出せよって言ったのは、右肩を自分で出しに行ってるから、そういうことです、ね、そういうことですね。自分でコントロールした方がいいんですね。コントロールできたら逆に強くなります。そうですね、さらに、はいはい、例えば曲げなあかん状態とかでも全然自信持ってくれたりとか、ね、要はそのアドレス、まあ、足の体の向きあるじゃないですか、はい、これに対して肩のラインがちょっとこうなってるかこうなってるかなんで、はい、全部こうなっちゃったらあんまり意味ないです、はいはい、要は体の向き全部がこう平行的にこうオープンになるのは、はい、意味ないんで、はい、まあ、ここだけちょっと勘違いしないです、はい、上半身メインで打ってはる方も結構こう出やすいです、はいはい、まあ、なんでかっていうと切り返しの時にこう、はいはい、上でこう行こうです、下半身じゃなくて下半身で行ったら手ってここでストーンって落ちるんですよ、はい、重量、はいはい、ストーンって落ちるんですけど、これをもう上半身で行く方って落とさずにこう振り、はい、行った時にこう右がこう出てくる、まあ、これもね注意してもらいたい、はい、まあ、それがさっき言ったあの下半身の上半身のねじれを作る、うん、まあ、ここでちょっとあれの補足情報なんです、はい、まあ、それも皆さん覚えておいてもらったらいいかなと思います、はい、というわけで今回は、はい、マイゴルフカントリークラブのね、はい、あのファンクラブの方で多いお悩み、はい、右肩が出てしまうっていうお悩みに対して、はい、まあ、動画で、ね、今回お答えさせていただきました、はい、YouTube 見てる皆さんもね、ぜひあの、はい、まあ、これ活かしていただけたらなと思います、はい、というわけで、はい、そんなマイゴルフカントリークラブ、はい、月額1000円で、はい、まあ、楽しみ放題となります。そうです、どうしても俺のスイング見てくれっていう人はね、はいはいはい、
ぜひあの概要欄のベースというオンラインショップの URL の中から飛んでもらったら、詳細見れますんで、はい、そちらの方で、よくお読みになってね、はい、利用していただけたらなと思います。プレゼント企画とか生放送とかもこちらやってるんで、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、というわけで、皆さん今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。